どうも山上です。さあみんな闘技場の時間だ。ちょっと待ってくれ。気になるもの見ちゃったぞ。あれ童貞の動きじゃないか。流行ってんだな。日本各地で童貞の動きが、まあ、そんなことはどうでもいいね。闘技場に出ようか、行こうか。勝てるかな、私。ほんなら、お前がリングに上がるよう手続きしてきたる。準備はええか。三連勝すればいいんだな。いける。私たちならいけるわ、ゴロちゃん。ああ、ええで。三人勝ち抜けばええんやったな。よしよしよし。そう簡単に行くとええけどな。ま、安城頼んまっせ。安城頼んまっせ。はい、頑張れってことでしょ。わかんないけど。行こうか。怖いなー、やだなー、もうなんでゴロちゃんが戦わなきゃいけないの？誰だ、怖怖怖、何？絶対死ぬし、皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて消灯機した連続殺人鬼。怖い。ちょっと待ってくれ。クロコダイルだ。うわー、ちょっと待って。食べたっつったね、食べたっつったね。対する挑戦者は本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新生。カニバリズム。罪状は謎に包まれた赤眼の男。マジマーゴー。赤眼の男、やだ、ちょっと怖い、怖いな。ちょっと何。いや、いいね、ゴロちゃんの猫背が可愛い。これは何スタイルとかあんのかな。さあ時間無制限、ルールなし、ルールなし、ルール、ルールなし。何これ、本当に戦えばいいんだよね。落ち着こう、落ち着こうね。いける。え、運動待ってくれ。ちょっとあいつなんか持ってんな、ジンジャーチャップマン。私もそっちがどっしり。あ、なんか違うな、なんか何。おい、ちょっと待って待って。いいのかな、こういう感じで。あ、いけんじゃねえか。おれいおれい、待てこれ。なんかゴロちゃんの胸筋スタイルをちゃんと把握しておこう。どんな感じ、どんな感じ、あんたどんな感じ。あ、待って、こういうことか。あ、なんか、いや、ちょっと、あ、ちょっと危ない、危ないからやっていきます。よいしょ。なんか、いや、ちょガードし、ガードしつつ、しつつでしょ、しつつでしょ。バカ誰がやってやるからな。よいしょ、やって。あ、ちょっと、はいはいはい、後ろから開けたぜ。えい、やっていく、やっていく、やっていく。ちょっと待って、避けて、危ない。あ、やだーやだー、あんたお腹刺したわね。いや、ちょ、よいしょ、これはずっと胸筋スタイルでいいんじゃないだろうか。いいんじゃないか。なかなか、やっぱドス持ってる安心感がすげえよな。なんか、いや、ちょ、ガードしていく、ガードしていく、当てていくのかな。よいしょ、よし、いいんじゃない、使いこなしていこうかい。よいしょ、オッケー。一連勝、怖い、機嫌のドス。ドス。はいはいはい、緊張する。ウィナー。ゴーロー。なんと、突然現れた赤眼の罪人、マジマゴローがデビュー戦でまさかの大勝利。当たり前だろ、早く突き出せよ。これは次の試合にも期待がかかります。いや、いけるな、まあいけるいける。それでは見てるか、ビリケンさん。次に登場するのはこの男。ま、なんだこの文系みたいな、文、あ、理系だった。自然史に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。よか、罪人ばっかだからやべえやつしか来ねえんだわな、そりゃな。キリヒト、キリヒト。マジマゴロー、果たして2連勝なるか。さあ時間無制限、ルールなし。医者か、医者だな、医者、毒、ちょっと、もうずっとあれなのかな、闘技場では火なんか持ってんだ、やべえ。いや、ドクターキリスト、なんか、クゼさんのなんか、上位互換みたいなやつ持ってんじゃん。なんか、これはどういうこと、いいのかな、こんな感じでいいんでしょうか、闘技場ではヒートアクションは出せないんでしょうか、ちょっといいのかな、このままやっちゃってて、ガードもしていく、なんか、ゴロちゃんの、なんかすげえ、なんか機敏だよな。おう、カレーだ、痛い。いや、身軽だぜ、身軽だな。ちょ、いける。コンボの練習をこうやってしていくればいいんじゃないか。ちょっと待って、何今の。あんた悪魔様みたい、かっこいいな。このオーラがたまらなく好きだぜ、好きだぜ、あなたが好きだぜ。いや、ゴローが好きだぜ。以上、危ねえな。おい、やってやる。後ろからやってやがる。ドクタークリスト、俺の目直せへんやるか。まあ、無理かな。
も目ん玉取られちゃってるんやろな。あ、いけんだ。ヒートも出せんだ。それ出せるか出せなかったらこうマッチングだよね。いや俺ういしょ、何今の、今の何、どうやった、どうやった、溜めてこうか、溜めてこうだ、溜めて溜めてこう、あごめんごめん、溜めてこう、あ痛い、溜めてんじゃねえか、溜め溜めて、お前は実験台や、実験台や、俺痛い。ちょっと待って、一回待って、溜めて溜めてこうをやりたいのよ。なんか技が全然まだわかんないけど、いいね、やだ王子様みたい、王子様やないか。お前なんでジャンピング、ジャンピングができる、ジャンピングもできるんだな。いち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 、ヒート溜めたい、ヒート溜めたいよ、ヒート溜めさせ、お前はヒート要因だ、ヒート要因ってわかるか、お前は雑魚ということ。あーなんかおいしょおいしょよいしょよいしょ、いやだでで、へへへ、ちゃんと避けれる、避けれる人間になりたいね。オッケー、2連勝だぜ、ビビることはねえよゴロ、私がついている。よし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 、医者だったらもうちょっとさ、注射とかメスとか持ってきなよ。2連勝、余裕余裕余裕、表情変えないゴロちゃんがかっこいいぜ、童貞の動きがいるぜ。しかし謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。お、そう、次の試合では誰だ、誰でもかかってこいよ。どうしよう、キルちゃん、キルちゃんじゃないよね、リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。デッドバンチャーだとなんか外国人多くないか、なんかなんか怖い、なんで日本で裁かなきゃいけないのよこいつ。サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。分かったよ、分かってるって。いやこう なんでゴロちゃんその表情変えないのかな。いや行きましょうよ、こいつ武器持ってないな。やめてかっこいい、デッドバンチャー、なんやなんや、でもわしはドス使ってもええか。いやいや、いけるか、いけんな、いけんな、ういしょ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 、なんだこれ、なんか意味がわからない、意味がわからないけどかっこよくないか今の動き、どうすりゃいけんだ、待ってやめてよ。待って、いいしよしよし、こいつは割と強いかもしれないけど、どうせで、いや、いや、ラッシュの方がいいか、ラッシュじゃねえ、なんだっけ、ダンサーだ、ダンサーの方がいいのかな、いいのかな、いや、立ってやってね、おっしょ、よっしょ、あ、なんか、オーラまとっちゃった、オーラまとっちゃったから逃げていく、逃げて、そして当てていく、蝶のように舞い、蝶のように舞い、蜂のように、蜂のようにさせない、させ、させた、させた、ういしょ、ういしょ、おれ、ういしょ、うっしょ、ほら立てよ、なんかもっと違うヒートアクションとかあんのかな、あんのかな、あると思うけど、だからもうちょっとタイミングがわからない、いやだごめんゴロちゃん、ちょっとまあ手こずってなんかない、遊んでんだ、お遊びだ、てめえとの喧嘩なんてお遊び、お遊びだよ、うーほらおーりしょよいしょ、いいね、こうやって待っていていいね、この動きがすごく好きです。どうしましょう、好きすぎてあなたが好きでたまらない、こんにちは、いやーばい、はいガード、はいガード、全然ガード、いいよいしょ、危ねえ、あい、避ける、避ける、避けれることも知ってる。よいしょ、痛い。もう、今のは近づいちゃあかんやつやってやろうが、なんだてめえのそのヒートはや。ふざけんねえ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、なんか出せた。今なんか出せたけど、やめて、やめてよ。なんだ、なんかすげえ避け方もかっこいいんだよな。なんか、すごい、今、近年稀に見るかっこよさです。よいしょ、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 オッケー。オッケー。コンボ決まると、かっこいいね。気持ちいいし、快感です。勝ったぜ、3連勝。楽しい。今ここに新たな伝説が誕生。なんでここですの？その名はマジマ。かっこいい。マジマゴロだ。ゴロさんかっこいい。いやちょっとゴロちゃんの銘柄見とけばよかった。なんだった今。ゴロ。いや余裕よ余裕よ。あ、闘技場いいな。練習になる。喧嘩の練習ここでちゃんとしような、ゴロちゃん。わしら強いな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どうや、今度からちょいちょいリング温めてくれんか。金は払う。もちろんや、来たるわ。俺は高い。ええー。いややな。お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいん。あんたの約束を守ってもらう。分かっとる。ついてき。はい。あ、本当に西谷さん、西谷藩に会えるんだ。西谷藩に会えそうです。え、留置場、なんでどこだ？留置場はどこだ？しかし、汚い川の底に
甘いなもんがあるとね。汚いもんがいろいろ隠してくるといいな。水底なんか見えん方がええ。ああ、みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。臭いもんには蓋をしろって。昔この川に女子高生の死体が上がってな、かわいそうに顔は見る影もないほど殴られて、体はナイフでめった刺しや。おお。外車は片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。少年法、うーん。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんな。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。その親父さんが？親父さんが。じゃあ、殺したんは当時高校生やった西谷や。おいおい。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんで。その親父さんってまさか。下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、うわ、今じゃ西谷の窓口に。ビリケンさんの娘さん。ええ。ってことはあんたが。さあ行くで。なんかな、なんか刑事なんだビリケンさん。いいキャラしてんな。うわそうだ、娘さんが。西谷藩なんや。そや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできとるんか。やだ、ちょっと聞かないで。そういうこと聞かれると私はね、サブストに逃げたくなるぞ。やめてくれよ、心を揺さぶるのはよ。いや、行こうか。今日はちょっと、いや最近私どうした、メイン進みがちじゃん。いいじゃん、行こう、行こうか。ああ、みんな大好き西谷誉れに会おう。早いとこ西谷に会わせてもらおうやないか。おう、よっしゃ、ほな行こうか。いや早かったかな、サブストをやりたい。いや会おう、誉れ。会いに来た、蒼天堀警察署。はいはいはい、マジで留置場にいるんだ、ちゃんと。いやだ、いんあ、そういう、あ、なるほどね。しょっぴかれたふりしつつ。ゴロちゃんウエスト細いよな。おー、あや見とる、見てんちゃうぞ我。あ、お疲れ様ですビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。な、入れたってくれ。結局金やないか、お前も。あれ、いつもより多いんやないですか。気にしな、あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな楽しんでこいや。世話になったな。いや、いや、あ、外してもらって。はい、ありがとう。いや、ビリケンさんなりの正義だよ。まあ、正義たる、なんたるかだよな。法では裁けない罪人を。西谷の英たちになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。西谷は、
いる？え？同じ。おい西谷マジでいたわ。おい蹴るなって。いや蹴るのはちょっとまずかったかもな。なんでくつろいでんのよ西谷。こらこらこら。え、もう囚人を仕切ってるわけあんた。真島くんやないか。どないしたん。万引きでもしたんか。誉れ。お前に会いに来たんや西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島くんに会いたい思っとったとこなんやで。どうもいやな。はあ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。ええ、せやけど警察に邪魔されて最後まで蹴りがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アセント真島くん、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。お野球の試合と同じやで。途中で腕ん中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。野球の例え好きね。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたいや。おい喧嘩狂だぜ。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。な、何の合図だし、え、タバコ？え、もうそんな自由が効くのね、あんた。いただく？いただいとく？いただきましょうか。射程だ。お前も鬼人会の人？誠さらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて？せやけど予想はつく。お？わしでも真島くんでもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何者や？まあわしは大方目星ついとるけどな。セラさんと知り合いなの教えてあげて。知っとるんか？誰なんや？何？あの西谷さん、これ。もう三つ、もう灰皿、灰皿いいのか。ああ、そうや。酒買ってきてくれるか。いや、待て。せっかくの来客やん。ええ酒頼むで。わかりました。ちょっと待っとってください。お前、シャバにいる時よりここの方が落ち着いてない。なんか、何これ。いいのか、いいのか。どうないなっとんねん、ここは。お前の家か。西谷さん、ミステリアス。牛耳ってんの？わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんともそうちゃうか。あ？せやけどここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。まあそうだよな。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったらそないなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。タバコは持ち込めんのにな。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そうやな、真島くんは知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれ巻いてやもんな。
教えてあげようかな。けどどないしようかな。何もほんまれ意地悪。おとなしく吐かんと今度は楽しい殴り合いで済まんことになるで。そんな言われるとあいし、ごっつい期待してしまうで。真島くん、この間よりもっともっと楽しませてくれるっていうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見たな。あそこが固まってしまう。もういいって。なんだ今一瞬のカメラアングルは。もう我慢でけ。もう変わったやつやの。ド変態やで。お望み通りとことんしばき倒したる。行こうか、ゴロちゃん。また西谷さんとやんの。決着つくかな。ちょっと待ってくれよ。1対1、1対1か。1対1だよな。いやもう本当に俺たち見てないか。誉れ、やだ、ちょっと強い。誉れ強い。刺してる刺してる。誉れが強い。誉れが強い。ちょ待ってくれよ、待ってくれよ。なんでやべえよ。回復しときゃよかったな。よいしょ。やら、ほら似とるやろ。俺たち似てるやろが。バトルスタイルがよ。ほらかっこいい、かっこいい。よいしょよいしょ。ちゃんと避けてどうすんの。こもだ、警察。もうおまわりさん来てください。暴れてます。僕たち暴れてます。そうだよな、マジ師匠みたいに。ほんとそっくりじゃない。お父さんと呼ばせてください。お父さんすいません、お父さんやらせてもろて。お父さん、あでもちょっとダンススタイルが入ってんのか、ゴロちゃんの場合には。いやどうだろうどうだろうな。いや怖いな怖いな。ちょっと近いや。でもな、なんだもうやばい。この構えはやばいの知ってる。私はお前組んだろ、どうせ。くんほら寝てるだけかーい、寝てるだけかーい。怖えな。いや来いよ来いよ。なんだもうこれ。ちょっと近づいてみる、近づいてみて。送るよね、来ると思ってよバーカ。ゴロちゃんもあの動きできんのかな。いつかできるようになったりしない。よいしょ、俺これ好き、このコンボ好き、大好き。あなたが好きでたまらない、たまらない。なに、え、なに、え、ちょっとまたやんの。やだ、また投げてトラベリングだよ。ういしょ、オッケー、取って取って。なんで一本になった、どっちもドス持ってなかった。何これ、また取るよ取るよ。ナイスキャッチしようね。行こうか行こうか、殴り合い。いやだ、そんな天井高くないと思うけどね。取ろうか、ゴロゴロ、ナイス。また刺すよね。刺すのはやめようって前も言ったよね。普通立てないよ。誉れ誉れ誉れ。いやなんかヒート出したい、ヒート出したい、出したい。いや来いよ来いよ。で危ね危ね危ね。いやだ、ちょっとこれどうやったら出せんの、これどうやったらヒート出せん。今だな、これだ。うぃーしょーきー。俺痛いやろが、痛いやろが、痛いやろが。俺いいしょし、行こうか行こうか。あ、なになに、やめて、ちょっと待って。なに、あんた、いや似てんだよね技が、本当に。おい本当にたまらんな、西谷さんとの喧嘩はたまらんのよ。なんかゴロちゃんゴロちゃん、よいしょ、俺よいしょ、行こうか行こうか。またこれやんのね。なんだろうな、ゴロちゃんが本当に未来のゴロちゃんを見てるようなんだよな。さすがや、わしますます真島君に惚れてもうた。せやろせやろが。あんたほんまにおもろいやつやな。ダチになれんの。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。ああ殴り合う理由を持って出会えて、最高にええ出会い方やで。喧嘩大好き。なんや急に真っ当なこと言いよって。いや疲れた、お疲れ様です。ほな聞かせてくれや、第三の勢力は何者や。いいね、殴り合って河原で寝転ぶ感じ。真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。いやなんていい誘い。ああやだ、私そっちが。いやでも佐川さん怖えんだよな。西谷さん、佐川さんとやってくれんか。誠ちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団。はいはいはい、日教連、東上会の直系組織。はい、東上会直系。アホな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや、
表向きには登場界の大門を掲げとらん裏の組織や。マコトちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁、おお、セラ・マサルや。おお、セラ・マサル。数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしやマコトちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。西谷さんの情報源すげえな。なんで登場界の勢力が二つもマコト狙っとん。二つ。俺にマコトを殺すように命令出したんは島の親父や。島の中と登場界の島のか。なあ、セラも島のも。そうだな、そうだな。ほんなら登場界ついでや、わしも教えたる。え、あ、わしの雇い主は、うん、堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。じゃあ敵だ。堂島組。じゃあ敵でした、ゴロちゃん。ごめん、つかないで。これまた登場界の直系や。セラの日教連、お前に命令下した島の組、ほんで堂島組、三つ全部登場界や。あ、まあ、や、一体どういうこと。え、ほんまや。なんでやろな。ま、登場界の内輪もめなんかわしには関係あらへん。近江連合は使われてるんだな。日教連が隠れてる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。あ、大好き。どこや。知ってどないする気や。まこと取り返しに行くに決まっとるや。うん、無理や。うん、あ、真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日記俺は。そうだよな、喧嘩って数なのよ。何やと。登場界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。 KFC しか知らん。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわ。いや、ダメだって。渋沢さん、ダメダメだ。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。いや、ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面に。真ん中のやつ気になりすぎる。でもじゃあ殺しやなくて柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断る。おや、なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。確かに。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとく。まあ確かにな。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんよ。ゴロちゃんの目的は解放か。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせ。もう極道のセリフじゃねえよな。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。いや、西谷さんいいな。日教連が潜んどるな、椿園の中や。教えてくれるんだ。椿園。まあ、いや、こっち住んだって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんの。いえ。でなんや、その椿園っちゅうの。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。お、日教連はそん中の弁天屋って店にアジト構えとる。椿園の弁天屋。誠ちゃんもそこに囚われとるはず。ええ、教えてありがとう。料亭街。
ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したら。え？ついでに一緒に暴れたら。西谷さんすげえいい人じゃん。か俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や、日教連から誠ちゃん取り返した後や。あ。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。めちゃくちゃ楽しいじゃねえか、誉れ。誉れ一緒に暴れんのか。マジ？さて。はい。ほんなら、楽しいお遊びに出かけますか。なんだよ、このひょうひょうとした。おい。自由自在に出れるってどういうことやねん。おい、おまるさん。出して軽すぎ。チェックアウトや。バカか。真島君も一緒に出るで。あれ？なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。ゴロちゃん。勝手に出るで。いいのかよ。閉めようね、ちゃんと閉めようね。いや、いいな、いいな、心。ビリケンさん、え？お茶？逃げや。なんで？誰？西谷。誰？誰？なんで？なんやねんな。お茶！ちょっと待って、なんで？は？お前。ビリケンさんには用してもろたんですがね。なん。娘が大学行きたいなんて言うもんでして。え、ちょっと気張らなあかんのです。は、何言うとるや。誰かに雇われて。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。は、やっぱ東京の人は羽振りえんですな。え、おい道島組の誰か買われたんか。誰にや。やだ。嘘嘘だ。誉れ誉れ誉れ。やだよやだよやだよ。ダメだよ。こら、あかん感じやないか。嘘だ。にしたな。え、ダメだよ。ねえ、ダメだって。昔おっちゃんに言われた通りや。え？悪いことばっかりしてたら。罰当たんな。嫌だよ、嫌だって言えば、西谷さん。おっちゃん。ね、違うよ、違うって。ダメ、ダメ。違うよ。真島君。え？わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷。あんた。思いっきり暴れたらええ。嫌だ、一緒がいい。思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと。自分の道前に進め。コロちゃん、コロ。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。ダメだ、ほんまにお願い。ほんまに。嘘だ、嘘だろ。ねえ、なんでだよ。あんた強いじゃん、強いじゃん。やだって、早いよ。早いけや、マジマ。ダメだよ。誠っち女生かした責任きっちり取ったらんかい。行けよ、真島。西谷はん、ね、嘘だよね。許してくれ。頼む。ダメだ、お願い、生きて、お願い、おね、
やだ。嘘だろ。嘘だよな。ここで待って。ダメだ。ダメだ。全然ダメだ。西谷はん、退場ですか？え？早くないか？全然、全然もっと、全然もっと思い出作りたかったし。いや、待ってくれよ。ダメだ。なんか、衝撃が強すぎて言葉も、涙も出てこない。なんだこれ。嘘だ。ここで、嘘だ。嘘だろ。これは夢か。夢であれよ。日教連のことを教えてくれて渋沢さん。しかもなんだよ、あんなチンケなおまわりに殺されるって。いや、いや、生きてますように、生きてますように。ゴロちゃん。西谷の生き方に憧れたんだろうな、ゴロちゃんは。うわぁ。自分の道を進めって、前に進めって。あんなかっこいい背中見せられたらよ、もうたまんねえよ。やだ、西谷誉れにもう会えないの？それは辛すぎるし。ちょっとダメだ、西谷ロス。ずりーよ、なんかかっこいいとこだけ見せて、去っていくのよ。なんだよ、じゃああれ最後の喧嘩だったの、西谷誉れと今回の。じゃあもっと楽しめばよかった。もっとお父さんの背中をちゃんと見とけばよかった。やだな。信じるよ、私は信じる。西谷誉れ、包帯ぐるぐる巻きで登場しろ。なんかな、両手広げてゴロちゃん守るようにさ、おまわりさんの前に立って、なんだあれ。西谷誉れの生き様すごい、なんか時間としては短い時間だったけど、こんな魅力が詰まった人いないだろう。憧れるよな、その生き方に。いや、もうなんかもうどうでもよくなっちゃったな。なんだこれ。うわ、そうだよな、在11章だもん。わかっている。これからどんどん退場してくる人が増えていくのもわかっているし、別れを乗り越えないとクリアまで行かないってのわかっているけど、私は一人一人の死を引きずっていくぞ。はい、5000万円はした金やな。受け取りました。まあまあ今回短かったか。うん、まあ言うて10億だな。はい、ごめんなさい、こっからちょっと整理タイムですね。はい、ずっと整理タイムなんですけど、渋沢さんと西谷誉れの勢力で、日教連と島の組。まあ島の組なんで入ってくる？でも全部登場会なんだよな。この三つが争いあって、日教連は多分立花さんでしょ？だからそこにはきっと風間慎太郎も絡んでるんだろうな。いや、がぜん日教連派でしょ？日教連派に挙手。はい。いや、はいはいはい。いや、ちょっと第12章入りますか。この心にぽっかり開いた穴は、ゴロちゃんのかっこいい姿とサブストで埋めていきましょう。そうしましょう。ああ、西谷誉れ嘘だろ。極道なんてすぐ死ぬから好きなように生きろって、好きなように生きろ。好きなように生きろって言葉が、狂犬となるゴロちゃんの背中を押したのかしら。好きなように暴れて。第11章、ドブ川の底。クリアです。はい。ダメだもん、まとめの言葉も出てこんぞ。動き出しますね、これから大きく。サブストーリーに逃げつつ、第12章も頑張っていきましょう。西谷誉れが好きでたまりません。はい、ご視聴ありがとうございました。